今回は東京都八王子市にあるハードオフ八王子堀之内店に行きました。車で行く場合は多摩ニュータウン通り大栗川橋南交差点を東に行ったところにあります。公共交通機関の場合は京王線京王堀之内駅より北へ徒歩15分のところにあります。駐車場は20台です。営業時間は10時半から19時半年中無休となっています。車の貸し出しサービスはあります。出張買取はありません。さて到着したんですが、警察官が何人かですねいて、こう車の後ろなんかを見てるんですね。なんか駐車場でね事故かなんかがあったような感じです。駐車場内での事故というのは割にあるのでね、車の動かすときは慎重によくですね前後左右確認して、動かさないといけないです。いつものようにですねアプリを使ってチェックインしたんですが、最初の画面がねちょっとスクリーンショットが撮れていなかったのでここからです。これハードオフ単独店なのでハードオフのメッセージですね。楽器やオーディオパソコン豊富な品揃えご来店をお待ちしておりますとあります。ハードオフ巡りの方は、875店舗中195店舗目となりました。こちらの方、ジャンク売り場の近くですね、ジャンクチェックコーナーがあります。楽器の試奏コーナーと一緒になってるんですね。ここもですねモニターだとか、スピーカーだとかっていうのがあるのである程度のね音出しだとか映像が出るかどうかなどのチェックができるようです。今回もですね、比較をしながら見ていきたいと思います。最初にデスクトップパソコンですね。こちらの方レノボの V520S というものですね。スペックの方を見ていきますと、CPU が Core i3 の、7100、メモリの方が 4GB、DVD マルチドライブがついてハードディスクが 500GB なんですね。無線 LAN、Wi-Fi の方はなしということなんです。で、こちらの方価格が税込み13,200円になっています。比べるのはこちらのデスクトップパソコンですね。同価格になっています。メーカーの方はヒューレットパッカードですね。プロデスク 600G3SFF というものですね。CPU がね、Core i3 の7100なので同じものなんですね。光学ドライブの方は DVD マルチドライブということでこれも同等なんです。次なんですね違うのがね、RAM が 8GB。 RAM というのは、先ほど言ったですね、メモリのことですね。メインメモリの方が 8GB とこちらの方が倍積んでます。ハードディスクが同等の 500GB、 OS も同じ Windows 10 Pro 64bit となっているんですね。で、 Wi-Fi の有無がこちらは書いてありませんでした。というふうに見ると、違いがね RAM が 4GB とか 8GB とかっていうことなんですね。これ多い方がもちろんいいんですが、どのようにいいかっていうと、マルチタスク、要するに複数こうアプリケーションを動かしたりとか非常にメモリの消費量の多いアプリケーションを動かした時には 8GB の方がはるかに有利です。ところがですね、オフィスソフト等ぐらいでしたら、まあ、1台2台動かすくらいだと 4GB と 8GB の差っていうのはそれほど感じないですね。ですから使用目的によって変わるんですが、まあ同等のスペックだったらできれば、
メモリが多い方がいいということになります。こちらの方は比較ではなくて、ジャンク品にもかかわらずプレミア価格になっている、そういう例を一つ取り上げます。これはですね、シャープの X68000 用のモニターになります。CZ600DE というものなんですね。これ今から30年以上前に、出されたホビー用のパソコンなんですね。CPU がモトローラの MC68000 を採用していたので、こういう名前になっています。このところですね、 NEC の、8800だとか9800が非常にですね、有名でみんなが使っていたものだったので、注目度っていうのはそれほどね高くはなかったようですが、こちらのねモトローラの CPU の方非常に高精度だったので、一部コアなファンには、支持されていたようです。この時代のものなので、おそらくモニターなんかもね専用品なんだと思うんですね。コネクタがの形状が普通のものでは合わないんだと思います。こちらの方、先ほど言ったようにジャンク品なので動作の保証がないんですね。でしかもフロントスイッチのカバーヒンジ破損、本体背面ひび割れというふうに入っているにもかかわらず、このね税込みで 33,000 円という非常に高値をつけています。こちらの方もプレミア価格ですね。やはりジャンク品なんです。これね、ワークステーション用モニターということで、ヒューレットパッカードの9000シリーズというもののね、モニターのようですね。ワークステーションというのはパーソナルコンピューターよりも一つ上のものです。主にビジネス用で使われてたものですね。ですから OS もですね、ユニックス等で動くものでした。それのモニターのようですね。ただ、調べてみるとね、ヒューレットパッカードの9000シリーズってワークステーションにすればしてはかなり安いようで、7、80万ぐらい当時の価格で買えたみたいですね。こちらの方、電源入りましたが詳細は未チェックです。モニターの文字はしっかり見えていましたというふうにあるのは、これおそらく当時のものってモニターも電源入れるとね、最初にこうメッセージが出たりするのが結構あったんですよね。その文字だと思います。ワークステーションにつながないと出てこないので、文字の方はね、そちらの方はやってないんじゃないかな。この書き方ではそういうふうに見えます。まあそれにもかかわらずですね、価格の方は税込み 2万2000円になっていました。こういうですね、珍しいものもありました。これ真空管式の5級スーパーですね。 AM 専用のラジオになっています。スーパーというのはスーパーヘトロダイン方式というね、研波方式を使っているということなんですね。ナショナルパナソニック RE124 ですね。これ両方の名前がついてるんです。松下ですよね。ナショナルというのは国内用に使っていた旧ブランド名なんですね。で、パナソニックの方も、海外向けとして一般に浸透していたので、ナショナルはその後ね廃止されて、パナソニックのブランド名のみになるんですが、こちらの方両方で、併記してあるということは輸出もしていたのかなという感じです。こちらの方ね、注意事項に外部入力端子を増設改造してありますというふうに書いてありますね。もともとついてない外部入力をつけてあるということですね。まあ当時のラジオ、中がかなりスカスカなので、こういうことは比較的簡単に行えました。こちらの方本体のみとなっていますが、まあ電源コードついていると思います。価格の方が税込みで 24,200 円になっています。
こちらの方もですね、真空管式の5級スーパーラジオになります。シャープ SR280、これね結構古いので、まだ早川電機工業と言っていた頃の製品だろうというふうに思います。シャープのね旧社名ですね、早川電機という名前だったんですね。社長の早川さんという方、実は日本人なら誰でも知ってる早川式繰り出し鉛筆の発明者ですね。シャープペンシルという名前でよく知られています。その名前を社名にもしたわけなんですね。こちらの方、外装リペイント済みということで、色塗り直してるんですね。全体的に整備されていますということです。このラジオもね、かなり性能が良くて、かなり売れたようですね。価格の方、税込み 19,800円です。こちらもですね、同様に真空管式の5級スーパーラジオになります。こちらは松田東芝、東芝なんですね。当時ね、松田の商標をまだ名乗っていました。この松田というのが、東芝がね、東京電機時代に非常に、シェアのほとんどを占めていたような、電球を作っていた時の商標なんですね。これゼネラルエレクトリック社の、商標から来てたらしいんですよ。で、こちらの方、松田の名前取れていくんですよね、東芝のみでね。というのが、輸出向けに出すのにこの松田という名称、 GE の方が商標を持っていたので、使えないんですね。ということで松田の商標は消えていったようです。513A というね、ものなんですね。結構これ価格をね下げるようにして作ったので、ちょっと無理な設計があったような感じなんですけどね。価格の方が税込み 22,000円というふうになっています。今回この店舗を訪れてみて、大変にですね、品物が豊富であったので、いろいろな比較をすることができました。次回また別のハードオフに行ってみます。